トアップされてないね、エンパイアは分かりづらいですからね。右前方というかまっすぐなんですけど、少し斜め右側かな。前方なくなっちゃうかな。今ね、右側の信号、赤い信号、今赤の信号の先の方がエンパイアになりますよね。そして右側のビル群がハドソンヤードのビルですね。まもなくね、これもう今フリーウェイを降りて、この先ねハミルトン公園があります。ハミルトン公園から見るね夜景も非常に綺麗です。今日なんかすごいね夜景綺麗ですね。ただ夜になるともっと寒くなるんで、風があるからね寒いですね。外立ってるのは、はい、この先ね、ハミルトン公園があります。ここカーブ曲がるとね、摩天楼、ニューヨークの摩天楼が見えてきます。ずっとね。これジャージーシティ、ジャージーのね、住宅ですけども、2階屋が多いんでね。はい、この赤の信号を先渡ると、左の方にね、曲がっていきますけども、そこがねハミルトン公園ですね。まあマンハッタンからブルックリン側渡ってね、ブルックリンブリッジ渡って見る夜景とこちらから見る夜景がね有名ですよね。こちらの方がね川幅が広いんでね、パノラマはね大きく見えますよね。全部見渡せます。そしてね、歩けば、ワールドトレードセンターの方までも見えます。突き当たりとかは50ストリートかな、ワールドワイドが立ってますね。ここはハミルトンパークになります。はい、暗くなってまいりました。次がね、三つ葉のモールがあります。この先、セブンイレブン、エクソンとかね、あったりね、マクドナルド、あ、ステープル、そしてシアターもあるのかな、これね。ターゲットもあったような気がしたな。大きなモールですね。すっかりね、暗くなってきました。今の時間ね、5時10分になるところですね。まあ飛行場に到着した時はねまだね明るさがありましたけど、今もうね夕暮れになってます。どうしよう、三つ葉はね週末はね混んでますよね。この近郊の都市から来て買い物に来るね人たちがいるんでね、まあ、ただ夕方もう5時過ぎてるんでどうだろう、もう帰ってるかなみんな。暗いですけどね、時間は遅くはないというような感じ。はい、次のね、見えてきた、少し明るいが見えてきた右側がね三つ葉になります。
ます。前の車もそうですね。三つ谷に入る車。ツアーです。ここですね。この車先の方に止め、一番端に止めようかな。止めよう。端の方に止めます。車の台数から言ってめちゃくちゃ混んでますね。こちらに入れるかな。こちらに入れよう。実はね、非常に混んでます。土曜日中めちゃくちゃ混んでます。フードコートもね混んでますよ。すごい人がたくさんいます。いつも来るときね平日なんでね混んでないです。今日は仕事が週末だったので非常に混んでます。そしたらねこれ黒霧買いました。黒霧のね 1.8 リットル1本買いました。で 29.99 プラスの 1.99 たくさん変わります。ただねマンハッタンで売ってないんでね1本買いました。楽しみになります。仕事がない時に、ね、どうかなと思います。いろんなものを売ってます。ごぼうも売ってます。かぼちゃ、ここのかぼちゃ売り切れちゃってます。そしてこれはスイートポテトかな。パウンド 3.49、 そしてポテト 1.69、 ニンニク 3.99 とかで売ってますよね。こちらはこんな感じのものでキウイ 7.49、 梨は1つあたり 3.49 かな。 3.49 梨も売ってます。こっちはキャベツかな。アジアンキャベツ、まあ、2ドル75とか 1.88 とかね。かぼちゃ3パウンド 3.79 で重さによってね違います。 7.35、 5.5 とかで、白菜ナッパ 1.69 パウンド、まあ、3.43、 4.5 とか大きさによってね料金違います。こんなのが売っています。おでんセットも売ってます。でレギュラーが 13.99 のところ今日は 10.49 とかね安くなっています。大平ソーラン納豆 5.99、 通常 10.99 半額くらいになってますかね。焼きそば、沖縄の焼きそば 3.99、 さぬきうどん、8.19、 レギュラーが 8.19 が 4.99 で今日安くなってますからね。餃子も安くなってます。チキン餃子、ベジタブル、シュリンプ、ポーク、レギュラーが 9.99 が 5.99 安くなってます。ガチャポン売り場です。でいくらなの、こんないっぱいあるよね。ガチャポン何いくらあるのかな。メダルのあれなんでちょっとよく分かりませんけどこういうのがたくさん売ってます。待ちぼうけ、
ばっかりじゃないのかなと思って。今いろいろ乗ってます、ガチャポン。よくわからないですけどね、ガチャポン。値段がこの、何か買わなくちゃいけないかな。進撃の巨人とか。こんな感じで。